え、マスターとです。え、こんにちは、こんばんは。え、ミクトマンフレテですね。え、今日はまた、え、個人的に、え、お仕事がお休みでしたので、え、ちょっと時間がありますね。え、普段は、え、もっと早く起きて、すべきと思いますけど、なかなか。 疲れを覚えて、普段はお仕事の前の本当に1分か2分のミク言葉ン触れてですけど、感謝いたします。はい。今日は、このミク言葉ン触れて、この聖書の、規と、約聖書ですね。エゼキル書の15章ですね。はい。ちょっと見言葉に目を通していきたいと思います。このエゼキル書ですね。 ユ、えー、ダが、あカえー、バビロンのネブカでネザになって、えー、このエゼケルは星の民となっていますね、えー。そのうち、えーまあ、ダニエルの予言、まあ、予言したように、えー、その星になって何十年後には星の地から戻ってくる民がありますけど、えー、今日はこのエゼケル書の15章を読みいたします、えー。8節まであります。えー、次のような主の言葉が私にあった。 人のブドウの木は森の子たちの間にあってその枝が他の木よりどれだけ優れているのかその木を使って何かを作るためにその木は切り出されるだろうかそれともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうかうそれは竹木として火に投げ入れられ火がその両端を焼き尽くすその中ほども焦げてしまえばそれは何の 楽に立つだろうか見よ。それが完全な時でも何も作れないのにまして火がそれを燃やして焦がせばあもうそれで何が作れよそれゆえ神である主はこうせられる私はエルサミの住民を私が薪として火に投げ入れた森の子たちの間のブドウの木,にように木のように火に投げ入れてしまう。 えー、私はあ彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。しまう,しまう私があ彼らから顔を背けるその時あなた方は私があ主,主であることをしろ。彼らが、えー、私に不信に不信を重ねたので、えー、私はこの地を荒れ果てさせる。神である死の見つけ。はい、えー、まあ厳しい、えー、見言葉ですけど、えー、今日はこの。 えー、まあ8節ですね、えー、まあ、彼らが私に不信を重ねたので私はこの地を荒れ果てさせる神である死の見つけということを覚えていきたいと思います、えー、なかなかこのミクトパですね、えー、聖書が一環としている私の救いにしですね、えー、この、えー、ちょっと、えー、また、えー、今日はコーヒーを えー、ちょっとコーヒーですねはいええー、まあ普段はえー、えー、この。うん 時間の中でですけど、えー、この聖書が、ーこのエゼケル書この歴史の書もありますね。えー、詳しく私はこの聖書学者ではありませんけど、えー、牧師、宣教師ではありませんけど、えー、見言葉を解き明かすものではありませんけど、まあクリスチャン生活40年、えー、違法のためですけど、えー、今、イスラエルはちょっと、 隣の特に、えー、ガザ地区の地区を支配している、まあ、原理テロリストハマスとの戦いで、えー、苦心していますね。ねハマスは本当に、えー、人間のお盾をして、えーまあ、してますね。ねちょっと余談すれましたが、本題に戻りますね。ねこの聖書は、えー、一貫として私の救い主、主イエスキリストのことが書かれていますね。ね神様、天と地を作られた神様。えーまあ、私、ね、この特にに特私も沖縄、あのー 島の,ままのそういう、えー、まあ仏教信徒そういう祖先世代、えー、そ,そういう自然多神教の中で育ったイホの民ですね、えー、この聖書と出会いこの,の神様天と作られた神様そして、えー、この神様がこの私の罪、えー、私もイエス様を信じる前はどのようなあいろいろな考えがあってそれぞれの考えでその真,真理にたどり着くという考えじゃなくて。 救いはこのイエス様しかないということを覚えて覚えられてイエス様を信じるにあたりましたこの、えー、礼拝説教じゃないですけど過ぎ去った日曜日にこのベテラン先生からこのテントを作られた最初に作られたこの イエス様、その前から言われたということで、えー、ちょっと、えー、先生がその創世席一章の一節と岩根の福音書を知っていましたので、えー、紹介していきたいと思います。えー、創世席の一章の一節、えー、天と地を作られたですね、えー、まあ,あ創世紀席一章の一節はじめに神が天と地を創造した、えー、まあ,あと 五節、まあ、まで読み出しましょうね。世、えー、石一章の一節から一章の一節から五節。は、え、じ、ー、めに、えー、神が天と地を創造した。地は放牧として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上に動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。えー、神は光を見て良しとされた。神は光と闇を区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。 夕ががああり朝があった第一日目この作る前か神様がずっとおられたということで、えー、このにしてヨハネの福音書ですね一章の、えーえー、見ていきたいと思います対比して、えー、ヨハネの福音書の一、うん、章の五、えーえーまあ、節までですね、えー、お読みしていきたいと思いますヨハネの福音書一章の5節はじめに神があったあ言葉は神と共にあった 言葉は神だった。この方は、えー、初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。えー、この方に命があった。この命は、えー、人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。はい、えー、感謝いたします、えー。この聖書が一貫としている。 御言葉を感謝いたします、えーまあ、聖書通読と箇所でエゼケル書の十五章ですけどこの、まあ、歴史の厳しいエゼケルは保守のためとなりましたけどこの一貫としている私の救いに主イエスキリストを感謝いたします、えー、現代も厳しい、えー、世界情勢情勢ですけど、えー、主イエスが 来られて、えー、イエス様が十字架で、えー、来られて、十字架で書かれて、その罪と死に、霊的な死に処理、えー、されて、そして天に、えー、三日目に蘇って、天に昇られて、また来るとくく約,約束されました。私の信じるところの、えー、父なる神様、こんなのなるイエス様、聖霊なる神様、三味一体の神様、今は父なる神様は天の右の座に、父なる右の座にあって、えー 祈っておらられれままます。また来られます。た来私たちは推挙されます。また千年動くがあります。新しい天と地があります。私はこの魂が、えー、キリストが復活されたように復活して栄化されて永遠に生きる魂となることを覚えています。このことを覚えて今日も一日、えー、今日はゆっくりとしていますけど、長々と。 みことばの話になりましたけど、お付き合いしてくださって感謝いたします。このマサトの YouTube チャンネル登録、コメント、またいいねボタンとよろしくお願いします。え、普段お仕事の時は本当にお恥ずかしいですけど、一本足らずのとなりますけど、なるべく早起きして、少しでもみことば触れてで、吟味していきたいと思います。え、皆さんの応援、よろしくお願いいたします。マサトでした。マサトの。 こ YouTube チャンネル登録またコメントまた次回の見事まレッれて,てお会いいたしましょうマスターとした、えー、しげシアゲネスパソンプルジュシャロム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 